ミズノネオビスタと。ネオビスタ。スムーズスピードアシストという。そうですね。マイルドに投入したのがミズノネオビスタ。ネオビスタ。彼らもスーパートレーナーとして作ったってもうはっきり言ってるんです。そうなんですね、はい。もう何足か持ってる方のバリエーションになると面白い。うん、そうですね、うん。確かに。皆さんこんにちは。こんにちは。ラントリップ代表大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介いただくシューズはこちらです。ミズノネオビスタと。ネオビスタということで、はい、初代というか、ね、初めて出てきたシューズになります、うんうんうん、でまあミズノさんのね最近の特徴としては、うん、スムーズスピードアシストという、そうですね、簡単に言うとかかとがこうせり上がったようなデザインがすごいね、うん、特徴となってますが、うんうん、今回ちょっと分かりにくいけど、うん、このネオビスタもそれを採用しているということ で、まあ、若干こう傾斜は緩やかになっているものの、うん、そのあたりが特徴ということと、うん、ミッドソールでミズノエナジーネクストという素材、うん、新素材を使っているというところ、はいうんうん、スムーズスピードアシストにこだわってまして、水野さん、ね、これはまあフラッシュなんですけど、最近のこだわりすごいですよね。そうなんですよ。これ、まあ、つま先立ちしたみたいな形状になるんですけど、はい、第一前足部と第二前足部があるスタイルなんですけど、はあはあ、これはまあ第一第二前足部、そうですね、うん、あのワールドアスレチックスのルールをクリアしなきゃいけない部分もあるんですけど、非常にこうつま先立ちするようなスタイルで、うん、ふくらはぎは疲れるように思われる方が多いんですけど、そうですよね、かかと上がっているとふくらはぎ疲れそうって思っちゃいますよね。ですけどこの足首を中心に、はい、このシーソーのようなイメージをしていただくと、その距離感がですね減ってった方がふくらはぎに負担がいかないんですよね。だからこちら意外と走り出すとふくらはぎの負担が少ないです、はい、確かに立っているとふくらはぎの負担は大きいです、正直走ると負担が大きくないそうなんですよ。走るとふくらはぎの伸長ストレスを抑えるという形状になってるんですけ ど、 なるほど。これをマイルドに、うんうん、投入したのが、うん、水のネオビスタ、ネオビスタなんですよね。水のエンジンっていう開発拠点に、うんうんうん、たまたま訪れた時に大阪の裏から見せてもらっちゃって、ね、実はね、あの履かしてもらったんですけど、まあ一目惚れです、全然履きやすい、一目惚れ、うん、すごいソフトで、はい、なおかつ反応もあってポンポンいくんですよ。いわゆるポンポン系なんです、ポンポン系、はいはい、レーシングアッパーを使ってます。これはあのデュエルネオですね、デュエルネオレーシング、あの島津くんがね、はいはい、白いシューズで、はいはい、ちょっと今現場にここないんですけど、はいはい、あれと同じインスパイアされたものなんで、はい、ニットアッパーのアッパーになってすごい人がありますよね。もう靴下履いてるみたいな、はい、レーシング、レーシング。そしてこちら約5mm、44.5、はい、ミズノの場合こうウェーブがついてますから、ウェーブもありますね。これね最近こう多くなってきてるスーパートレーナーモデルに一応なります。なるほど、なるほど、はい、要はスーパートレーナーって厳密なのこう区別があるわけじゃないんですけど、はいはいはい、超厚い厚底で、まあ、ペバっていう素材を使ってたり、うんうんうん、プレートが2枚とか1枚が入ってるっていうようなもので、うんうん、ネオビスタの場合はプレートがあるということと、はいはい、あのスタッカーとかですね、はい、ということでスーパートレーナー、彼らもスーパートレーナーとして作ったってもうはっきり言ってるんで、そうなんですね、はい、でまあ、 あの水野はですね変わらなきゃいけないってい う、 こう自負感がすごい強いというか、はい、どん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 水野 の、 あのプロダクトを良くしようっていう熱気がすごいんですよ、はい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 、若くてね。でこういうスーパートレーナーモデルが出てくるっていうのもすごい面白いことで、うんうんうん、まあこれあの22,000円っていうことで、まあ、割合あの安いとは言えないんですけど、はいはいはい、オールラウンドに使えるそうですよね。スーパートレーナーですからね、はい、本当トレーニングでももちろ ん、 あのんポイント練習でも使える。だからどうそうなまさにそういうことで、うんうんうん、どういう人が使うとかどの用途で使うかっていうのははい、もうランナーが決めていくシューズです。いやー、うん、すごい、はい、むしろメーカーから、はい、ブランドからむしろ業界から、うん、あの挑戦状というか、うん、あなたたちどうやって使ってみますかと。なるほど、うん、あのむしろこんなものを作ったんだけど、はい、どういう風な使い方なのかむしろ教えてよみたいな感じなわけです。 なのであの水野さんも今回発表しましたけど、はい、必ずこの技術がどこかに派生する。そういうことですね。今レーシングから落ちてきたんですけど、ここのネオビスタの方がまたこう、はい、ライダーとかスカイとかそっちの方にこう派生させていく可能性の方が高いと思います。そういうことですね。水のエナジーネクストとかも、はい、そういう風にライダーに搭載されてるかもしれないし、僕全然知らないですけどもしかしてこういうスムーススピードアシストがライダーについちゃうってこともあるかもしれないですね、はい、うん、もうあるのかもしれないですね。唯一どうなんでしょうね、好みが分かれるのはこのカラーリングですかね。あ、はい、まあそうですかね、いいんですけど、うん、割とあの水野さんってあのプロトタイプのカラーが良いですよ ね、 そうそうそう、いつもね。プロタイプめちゃめちゃ面白い。こちらもねあのプロトタイプのカラーで黒白の、うんうん、あのモザイクカラーだったんですよ。こちらもあれでいいのにねと思うんですけど、まあ、唯一そこら辺だけで走り心地はものすごい、いやー、はい、すごい評判すでにねいいですからね。そうですよね、いろんな人が言ってると思いますけど、はいはいはい、まあ、スーパートレーナーモデルってあることと、うん、自分がこう使う用途をあまりこう固定しないでいろんなシーンで使っていただけると使い勝手がいいです、うんうん、だから初心者の方が履くという僕はシューズっていうよりは、はい、
もう何足か持ってる方の、うん、まあ、バリエーションになると面白い。そうですね、うん、確かに初心者の方はぜひライダーを買ってください。そうですね、はい、あ、むしろそちらの方が絶対満足しますけど、一足持っててもうそのレースも出てるとか、うんうん、定期的に走られてる方はこういうスーパートレーナーがあると何でも広がりますよね、はい、ジョグちょっとポンポン行きたいなーってジョグでもいいし、はいはいはい、じゃあ少しこう距離走るのに、うん、じゃあスーパーシューズだと耐久性もなーっていう時にこれ使ったり、確かに確かに確かに、水野の今の技術力を感じるのは、はい、これ実はですね、履いたら皆さんこう、あ、これスーパーシューズのペーパーじゃない、うん、もうなると思うんですけど、うんうん、ペーパー使ってないんですよ。へー、そうなんすね、はい、しかもあのスーパークリティカルにしてない、最新の技術を全く使ってないんですよ。へー、 EVA の EVA ってね、その従来の素材を柔らかくして圧縮するんですね、発泡を圧縮するんですけど、この発泡圧縮の率を何遍も試して一番いい最適解を出したのが水のエナジーネクストで、ポンポン弾んでるんですね。そうなんです、水のエナジーネクストって書いてあるけど EVA です。そしたら怒られちゃうんですけど、でもそしたらもっと重くなりそうですけど、 265g、 これがね EVA の方が軽くなる、軽いのか、 そこで多分 EVA を選んでるんだと、ペーパーも使ったんだと思うんですよ ね、 なるほどね、だからこんだけ厚くしても260台で抑えてる、はい、だからまあすごく何遍も繰り返したと思うんですよね。なんでもない、まあ、技術なんですよ。だけどこの履き心地になるんです。水のっぽくていいですね。お、そうなんです。だからすごく面白いあのシューズだなと思います、ね、反撃ののろしというか、反撃ののろし、ね、出てる感じがして、うん、いいです ね、 ね、熱い、まあ、あの大阪の会社ですから、ね、はい、ええもん作れやっていうことでスタートしてるみたいですから、なるほど、そのもう一環でね、いいですね、うん、いやちょっとね、初めてのシューズということ で、 で、ね、水のネオビスター、まあ、ぜひちょっと、ね、足は通して、はい、足はもう絶対通された方がいいと思います、ね、うん、新しい提案ですね、そういうことですね、うん、はい、はい、ということで今回ご紹介いただいたのは水野ネオビスタでございました。藤原さん、ありがとうございます。シューズの詳細概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてみていただければと思います。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。